付箋を2つに折って袋の口を8等分するような位置に貼り付けます。発泡スチロールの板をアルミ箔で包みます。釘を8本突き刺します。ろうそくを立てます。水の入ったバケツや雑巾を用意します。ろうそくに火をつけ、紙缶を発泡スチロール板に乗るようにかぶせます。筒の上に紙の重りのついていない袋を隙間が空くようにかぶせ、袋が十分に膨らんだら手を離して飛ぶ様子を観察します。筒の上に紙の重りをつけた袋を隙間が空くようにかぶせ、袋が十分に膨らんだら手を離して飛ぶ様子を観察します。